ショートガードルガードルとは種として女性用ファウンデーションの一種。素材にはナイロン、ポリウレタンを組み合わせた伸縮性の高いものが使われる。価格は低価格の既製品は1000円程度からオーダーメイド品の高級品では数万円するものがある。パンツ型で腹部、ヒップ、ロングガードルではそれに加えて太ももを広範囲に覆い。 腹部を抑える機能とヒップアップ機能と太ももを抑える機能を有し、ウエストラインやヒップラインを美しく見せる機能を持つ。したがって腹部の突出、ウエスト周り、ヒップラインなどラインが崩れやすい部分を形態補正して美しく見せる効果がある。補正力によってハードタイプとソフトタイプ、その中間のミディアムタイプがある。最近は男性用ガードルもあり、機能は 女性用と同様である。形状は主に、ショートガードルとロングガードルの2種類に分けられ、ショートガードルは太ももの付け根までの丈で腹部からヒップまでを覆うのに、対し、ロングガードルは太もも部までの丈があり、腹部から太ももまでを覆う。ロングガードルの場合、アウターに下着のラインが浮き出ずに、細身のパンツをより美しいラインで見せる効果がある。ミニスカートや、 ショートパンツなど丈の短い上着着用時は、ロングガードルでは上着からはみ出るため、ショートガードルに限定される。なお、上腹部、バスト下までをサポートする、ハイウエストガードルには、クロッチボタンで股間部分を開閉でき、排泄が容易に行える機能を備えたものもある。近年では補正力の弱いマイルドガードルもある。 マイルドガードルは造形よりも楽な着け心地を重視したガードルで無理なくウエストやヒップなどを安定させる効果がある。これらにはパンティーガードル、ショーツガードルという呼び方もある。なお、スイムガードルは水着の下に履くパンティーである。ありがとうございます。